ニーイルハート。今回はなんとネプネプ忍者 TV の収録現場にお邪魔しています。特別にニンネプのプレイ映像が見れるとのことで、みんなには私イルハートの実況付きでプレイ映像をお届けしたいと思います。どう？どんな映像か気になるでしょう。早く見たいって人も多そうだし、それじゃあ早速スタート。私についてください。いや、今さ、くしゃみがここまで来てたんだけど、なんか、あ、始まってる。あなたの心にイルハート、コンパイルハートから来ました。バズり YouTuber のイルハートです。はい、今回はですね、なんと新作ゲームの実況プレイということで、これはもう公式の仕事をやっていきたいと思います。あ、そう、あのね、みんな気づいたかもしれないんですけど、いやー、なんあのオープニングのさ、ちびイルハートの映像あるじゃない。もうあそこさ、もう久々の公式案件みたいなやつだったからさ、めちゃめちゃ気合い入れてさ、あのめっちゃあれの声したの、かわいいバーチャル YouTuber の声で喋ったんだけどさ、もうなんかその影響で鼻水が止まらない。はい、ということでね、やっていきますけれども、いや、そういえばさ、あのね、公式のお仕事久しぶりやみたいな話したじゃない。でもよ、あのね、コンパイルハートの公式のホームページ、皆さん見ましたか？イルハートのミニアルバムのね、リリース情報でっかく載ってるんです。イエーイ。いや、これはもう公式、いやー、令和、はあ、イルハートの扱いがどんどん大きくなっていく、とってもいい年。はい、そうですね、そうミニアルバムね、イルハートのミニアルバムスマイルハートフル、9月の16日に発売でございます。みんな聞いてね、いっぱい聞いてね。お待たせしました。はい、あ、ゲームをさ、そうじゃ、この出てくる可愛いやついいんじゃん。ああ、切られた。ああ、足。いや、なんかイルハートもね、今初めてねこのプレイ映像を見てるんですけれども、まず、まあ普通にさ、こうパープルハートさんもさ、かっこいいよ、かっこいいじゃん。かっこいいじゃん。でさ、何がいいってさ、あ、可愛いって切られていますね。あの、何がいいって BGM よ、この和風。やっぱ忍者だからさ、このスチームレギオン団長、強そう。なんか、何このさ、一歩踏み出す佇まいのボス感。面白そうですな。あ、変わっております、ブラックハート。でっかくね、相手。そう、このさ、音もね、すごく良いんですよ。やっぱ和風っぽいし、この攻撃の音もね、いいです。でかくね、相手。あ、そうだ、ちょっと聞いてほしいことがあって、あの、この間さ、イルハートツイッターでね、なんか玉ねぎを切ったら涙が止まらねえみたいなツイートをしたのよ。そしたら、あの、ボイスツイートみたいなやつをしたのね。玉ねぎ切りながら、玉ねぎってっていうツイートをしたのよ。そしたら、なんか、興奮しますみたいな。違う、そうじゃなくて、あの、玉ねぎをどうやって泣かずに切るかっていう方法をね、募集したんですけど、あの、めちゃめちゃ助かった。あの、玉ねぎの繊維に沿って切るっていうのと、切る前になんか冷蔵庫とか冷水とかで冷やしておくといいですよってね、教えてくれたイルハートの人たちがいたのね。やってみたの、泣かずにできたの。いやー、もうめちゃめちゃ感動した。映像終わってしまった。いや、本当にあの、素敵なライフハックありがとうございました。ニンネプ絶対プレイしてねー。はい、以上プレイ映像でした。どうだったかな？アクションが派手で素早くて、見ているだけでも爽快だったでしょ。これ、実際にやってみても絶
い面白いから。私もニンネプに少しだけ登場するみたいなので、ゲームをプレイしてチェックしてみてください。それじゃあバイバーイ。あと私イルハートの YouTube チャンネルもよろしくね。